千代ヶ台公園野球場は、北海道函館市の千代ヶ台公園にある野球場。愛称は、オーシャンスタジアム。千代家台町にある旧71部タイヤ土地が、建設省から緑地帯に指定されたのを契機として、総合運動場建設を計画し、野球場は1951年に完成した。1992年から1993年に、かけていった。 全面改修の際には愛称を公募し、オーシャンスタジアムになった。これは、社会人野球チーム、函館太陽クラブの本拠地であることから、太陽の意味を持つ、オーシャンに由来している。口実するように、施設の老朽化や土の硬さなどを理由に、2019年は、プロ野球の試合が開催されなかったことから改修が行われ、2020年に完了した。 2004年に北海道へ本拠地移転した北海道日本ハムファイターズが準本拠地として主催試合を毎年開催しているが2019年は中央人員不足や内野の土の硬さを理由にカードが組まれなかったその他日本ハム以外の他球団によるイースタンリーグ公式戦も開催している北海道学生野球連盟の試合や 全国高等学校野球選手権南北海道大会函館支部予選が行われている北海道日本ハムファイターズ主催試合の結果ありがとうございます。